ブレーディ法は1993年に制定され1994年に施行されたアメリカ合衆国の法律、銃規制を目的とした法律の一つで、現在は執行している。2006年のジェームズ・ブレーディ拳銃などの販売に5日間の猶予期間を設けること、販売店に購入希望者の判例を警察へ紹介することを義務付けている。 法律名は、レーガン大統領暗殺未遂事件において負傷した、大統領補佐官のジェームズ・ブレイディにちなんでいる。重販売店に対して購入者の身元の調査を、規定し、有前化者や麻薬中毒者、精神病者や未成年者への販売を禁止した。しかし、ブレイディ法は、重販売店に対する規制に過ぎず、傾向、所持などについては、州法の規制に頼った内容である。 当法成立後、銃の所持率と殺人事件増加率は低下したが、それが果たしてブレーディ法の影響なのかどうかは、全米ライフル協会を中心に疑問の声が根強い。他の連邦法としては、拳銃の弾装の装填数の10発以下への制限や、半自動小銃のマズルデバイスの規制等を盛り込んだ10年間の次元立法、アサルトウェポン規制法が1994年に、 成立したが、2004年に更新されず、執行している。地方法としては、カリフォルニア州で着脱式断層の禁止等がある。この法律は、当初5年間の次元立法として制定された。後に5年延長されたが、政権が物資共和党政権に移行したことなどから、2004年に延長されず、執行となった。 ニックスシステムが稼働し始めた1998年から2014年にかけて2億200万件以上のブレディバッググランドチェックが行われた。この期間中に約1、200万件の銃器の販売がブロックされた。購入拒否の最も多い理由は過去に重犯罪を犯していたことである。しかし、ブレーディ法の違反者に対する起訴と有罪判決は極めて稀だった。 法施行後の最初の17ヶ月では、たった7人しか有罪判決を受けなかった。法施行後の最初の年には250件の起訴が立件されたが、217件は拒否された。2000年の研究では、ブレーディ法の施行は、55歳以上の人間の銃器による自殺の削減には関連するが、殺人率と自殺率全体とは関連がないことが分かった。ありがとうございます。